カスタムハウス駅はイーストロンドンロイヤルドックスの近くにあるカスタムハウスにあるドックランズライトレールウェイの鉄道駅である。トラベルカードゾーンは3である。駅名は以前から近くに位置していた古いカスタムハウスから取られた。この駅はイースタンカウンティーズディムズジャンクション鉄道として1855年に開業し、その後ノースロンドン線へ合併された。 DLR の駅は1994年3月28日に、ベックトーン駅への延長の一部として開業した。ノースロンドン線のプラットフォームは2006年12月9日に廃止され、その後ストラトフォード駅からノースウィッチ駅まで路線は廃止された。この駅は、エクセル展覧会センターや複合のホテル、レストラン、バーの主要な公共輸送である。この駅は、 エクセル展覧会センターの正面玄関からの高架の渡り通路で連絡されている。また、ロイヤリビクトリアドック橋は南部のロイヤルビクトリアドックと接続している。クロスレールライン1のアビーウッド支線がカスタムハウス駅に停車することが提案されている。その場合はノースロンドン線の駅を再使用するかもしれない。ありがとうございます。